女子サッカーなでしこリーグで、今季一部に昇格する静岡スボニータの選手39人が12日、浜松市北区でサッカー交流会を行った。浜名湖青年会議所主催の第20回 JC カップサッカー大会に参加した11チーム約140人を対象に、ドリブルゲームなどを行ってサッカーの楽しさを教えた、新主将の DF 山田優衣26は、私も楽しめました。今後も地域の方々との交流を大切にしたい、と笑顔。その後は少年団4チームとの親善試合も行われ、精度の高いパスやシュートを披露した。昨季限りでチームが解散したアンジュビオレ広島一部から今季加入し、副主将を務める MF 日野里穂、里穂26イコール常葉学園切ったかでは、個人技や組織的な守備など、小学生のレベルが高い。さすが静岡、と実感を込めた。参加した三ヶ日 FC ジュニア所属の笠井小太郎くん、三ヶ日西小4年は、選手の鋭いパスは勉強になった、と目を輝かせた。昨季2部では13勝4分け1敗で初優勝。一部昇格を決めたチームの今季開幕戦はアウェーで来月19日、昨季覇者、スフィーダ世田谷 FC と対する。翌週26日に、ビワタユメリアサッカー場でホーム戦、対オルカカモ川に臨む山田主将は、これを機にスタジアムへ応援に来てください、と訴えた、山口正久。小川監督、さらに戦う集団にこの日、ボニータ、小川隆文監督、45、も同行し、選手を見守った。オフシーズンは年間を通して戦える、体力強化に着手、1日5キロの走り込みなど、例年と異なり走力に重点を置いた。さらに戦う集団として、時に厳しく、時に優しく。話したいことを話せる環境づくりをテーマに環境面にも力を入れた。約1ヶ月後に迫る開幕戦を前に、選手にはプレッシャーもなく、全力でぶつかるだけ、と期待した。